あのホールインワンするとみんなでね、ペットボトルとかビールの紙コップとかね、もうバンバン投げてね、グリーンに投げ込んじゃって大変なことになるっていうね。はい、ゴルフの楽しさを伝えるゴルフエバンジェリストの亮です。今回は世界ランキングですね、2月12日付の世界ランキングと、オリンピックのランキングも紹介したいと思います。あと、最後にコメントも読ませさせていただきますのでね、よろしくお願いします。では、行ってみましょう。 J Star、はい世界ランキングっていうのはどういうふうに計算するのかっていうとまあそれは以前の動画で詳しくお話ししたのでねあの概要欄に URL 貼っときますのでそちらをご覧くださいまずはトップ10ですねトップ10は変わりなかったですねちょっと Google の役がねあのコージンヨンがコージニョンとかねリディア・コーとかね キム・ヒョジュとかね。ちょっと、おかしいなところもあるんです。それもね、まあ、そのまま貼り付けちゃったんで、あの、勘弁してください。はい。で、日本人選手はというと、はい、こちらですね。まあ、あの、試合がないですからね、そんなに大きくは変化ないんですけども、それでオリンピックのランキング、ちょっと見てみてください。こちらです。まあ、オリンピックのランキングも、ね、世界ランキングで、あの、決めますので、 あんまり変わりはなかったんですけどもね。まあ、オリンピックのランキングっていうのも、あの、どういうふうに決定するのかっていうのはまた別動画で言ってますのでね。あの、気になる方は、さっきの世界ランキングの動画とはまた別の動画ですけどもね、概要欄に貼っておきますので見てください。はい。今のところ、日本選手はナッサー、畑岡奈津ちゃんとエッティですね、古江彩香ちゃん。この二人が、まあ、それを追いかけてるのが山下美宇ちゃんですけどもね。はい。ちょっと戻ってみましょうか。 はい。こちらですね。山下美宇ちゃんがワンランクダウンしてますけど、これは、まあ、あの、試合がみんなないですからね。あの、その計算によってちょっとランキングが、あの、ワンランクアップしたりダウンしたりっていうのは多少ありますけどもね。はい。で、あの、台湾ツアーとかね、ホンダ LPGA とか、来週あるんですよ。今週はあの、ヨーロッパツアーがありますけどもね、来週、台湾ツアーとホンダ LPGA、 アメリカツアーに、えー、結構選手が出ます。ナッサーとかエッティは、あの、ホンダ LPGA ですね。佐藤ゆかちゃんとか。あと、まあ、ホンダ所属なので、岩井姉妹とかね。あと、西村ゆなちゃんも出ます。はい。あと、岩井姉妹の他に原エリカちゃんとか、しぶこちゃんとかね、推薦もらっていきますけど、台湾のツアーは桜井心奈ちゃんが出ますね。あと、神谷空ちゃんも出ます。はい。まあ、そういった、あの、 台湾ツアーね、日本人選手招待結構されてるのでね、結構出るのでね、どっちもちょっと同じ日付なのでね、2月22日から4日間なので、ちょっとお伝えできるかどうかは微妙なとこですけど、なるべく2つともね、紹介したいなと。できるだけ日本選手にね、頑張ってもらってね、伝えたいという思いでね、今、あの、構想を練っております。予定立てておりますけど仕事はありますけどね、頑張っていきたいと思います。はい。 で、次なんですけども、次、やっぱりね、吉田ゆるちゃん、まだ、今のとこですけどね、予定がまだ、あの、出ていませんね。あの、アメリカツアー、どこで出場するのかなと、中国で出場するのかなと思って言いますけどね。先ほど、西村ゆるちゃん、ホンダ LPGA って言いましたけどね。稲見萌音ちゃんは、ホンダ LPGA は、まあ、去年ね、とうとう優勝したので、ツアーの、 まあ、権利を得てね、出場しますけども、ホンダ LPGA は出れないんですよ。ウェイティング7番目かな、今のところ。ねかつ南なみちゃんもね、シード取ってるのに出れないんですよね。まあ、なかなか厳しいですね。まあ、ホンダはタイですけどね。まあ、他の中国とか、まあ、他の地域でやる、あの、大会。まあ、アジアのツアーなんで少ないのかはちょっと私もわからないんですけどね。はい。 まあ先ほど言ったように台湾ツアーは青木セレナ選手とかね、出ますよ。まあ他にもね、あの、川崎遥香ちゃんとか武田理央ちゃんとかね、佐藤美優ちゃんとか、そういったまあダイヤモンド世代と言われている選手も出ますし、まあちょっとね、QT あれだったんですけどね、鶴瀬か月ちゃんも出ますよ。はい。まあ菅沼奈良ちゃんはね、あの、再来週、 まあ大金オきキと始まりますけど、ね、沖縄なのでね、出れないのでね、ちょっと菅沼奈々ちゃんは3月7日までお,やお預けかなという感じですよね。はい。で、まあその次ですけどもね、やっぱり渋子ちゃんは、まあ、も先々週も言った通りね、あの試合出てないので、これはどんどんランキングは落ちるよと言っていた通り、 あの、ランキング。まあ、4ランクダウンしましたけど、113位まで落ちましたけどね。これはもう試合出れば、すぐに戻ってくると思いますのでね。あの、ぜひ、期待していきたいなと思いますけどね。今のところ、あの、ホンダ LPGA。まあ、来週ですね。22日から出る予定ですね。まあ、ここで予選落ちがないのでね。まあ、ポイントは、 あのー、ちょっと推薦史上の選手はね、ポイントもらえないんですけどもね。まあ、頑張って、あのー、上位目指してね、頑張ってほしいなと思いますけどもね。ま、あどれぐらいこうスイングが、あの、戻ってきたのかなっていうのはちょっと注目して見ていきたいと思いますけどもね。はい。あ、ペソンちゃんから出まきた。ちょっと出ますね。呼ばせよ。イエーイ。ソンちゃん いえいえ。あのー、YouTube 撮ってるせよ。いえ、そのちゃんはお風呂お風呂入ってんのえ、今裸ってことマジであやべ、想像しちゃったよ。いや、ちょっと、早く出た、後出かけ直すから。あのー、早く出た方がいいよ。伸ばせよ。お風呂伸ばせよ。はい。またね。はい。はい、そのちゃんから電話かかってきたけど。 ね、嘘だっていいうのがバレバレレですね <laughs> いやちょっとねあの心と体に変化をもたらす動画にしようと思ってね、はい、ちょっと変化をもたらして <laughs> 想像をかきたててい、えー、きたいと思ってね皆さんも想像してください <laughs> そうちゃんなら怒らないかなとりーはなちゃん145位でね変わ,らずら変わらずですけどもねりーはなちゃんこういうこと言うとすげえ怒りそうだよねなんかいつも可愛い顔して こういうこと言うとすげえ怖い顔して怒りそう <laughs>。勝手な想像だけどね <laughs>。はい。まあそれはいいんですけど。あと、関ゆうてんちゃんがホンダ LPGA 出ますね。まあ去年のホンダ LPGA の時のね、見ましたかね。あのー、関ゆうてんちゃんのね、あのー、インスタ見てください。あのー、関ゆうてんちゃんでも出てくるかな。C ー,ーティンって、あの、出せば出てくるかなと思うんですけどもね。 はい。去年のホンダ LPGA の時の衣装をね、服ね、際どいでしょう。ねえ、おっぱいが出そうだよね。<laughs> 際どい。あんな、あ危ないよ、見えちゃうよ、みたいなね、そんなドレス着てましたけどね。はい。よかったら見てください。セキューって言っちゃうね。はい。それからね、植竹のぞみちゃんね、あの、のんちゃんさっきインスタライブやってね、ずっと見てたんですよ。あの、妹のならちゃんがね、 登場してましたけどね <laughs>。はい。まあ、台湾ツアーね、あの、来週出ますけども、のんちゃんのキャディね、あの、妹のなるちゃんが、なるみちゃんが、あの、試合、キャディやるそうですよ。はい。まあ、インスタの練習風景見るとね、ずっと片手打ちやったりとかね、もう片手打ちだけで1日終わっちゃったなんていうね、動画上げてましたけどね。やっぱすごいなと。あと、クラブ変えない人なのに、 今回、今シーズンはクラブ変えて臨むそうですね。3ウッド15ヤード飛距離伸びるそうですよね。クラブ変えたら。すごいね。プロで15ヤード伸びるって相当だよね。はい。まあ、今シーズンはちょっとね。まあ、去年、去年じゃない。まあ、去年か。去年、ちょっとシード落ちましたのでね。なんとか復帰してほしいなと思いますけどね。はい。 ま、インスタライブでね、質問したんですよ。なんか質問してくださいって言うからね、質問したんですよ。YouTube やってます。あの、何か言ってほしいことありますかってね、質問したんですよ。そしたらね、どういうことって言われましたね。いや、別にいいです、みたいな感じで言われちゃったので、まあ、そうかよ、と思ってね。あの、この、録音してます。今ね。あの、まだやってるのかな上竹のすみちゃん、あの、インスタライブやってるかもしれないけどね。 はい、なるちゃんがね、あの、プレイ入ります、止まってくださいってやってましたね。はい。あの、台湾ツアーだからね、来週ね、日本語で言っても止まってくれないかもしれないですけどね。はい。まあ、それはいいんですけどね。<laughs> あとね、はい。あの、上原綾子ちゃんですけどね、代金をきっとキッまあ、出場しますね。やっぱり沖縄の方なのでね、やっぱりね、推薦もらって出場するみたいですけど、あと、 久しぶりですね。宮里美香ちゃんも、あのー、3級明けで出場しますね。ランキングは1417位まで落ちていますけどもね。まあ出場してないっていうことでね。お子さんもしっかりあの育って大きくなってきたっていうことで、まあ預けてあの出場できるという段階に来たんじゃないですかね。まあどんなあの感じのゴルフをするのか、あの、楽しみですよね。まあ3級明けでもすごいゴルフ、うん して、まあ上位に食い込んでくるかもしれないなっていう、そういう、なんか、あの、期待させてくれる雰囲気はありますけどね。それと、西畑萌香ちゃんですけどね、999位。ゴルサバ出てますね、2月のジン。グリーンからちょっとこぼれたところ、エッジだったっけ、あれ。 ちょっとあのグリーンからこぼれたところね、まあ、芝があんまり生えてないところで、解説の井上誠プロとかね、三塚優子プロを二人ともここパターで打つよねって言ってたんですよ。ウェッジは持たないって言ってたんですけどね。ウェッジで寄せましたね。いや、 うまいからね、なんてね、井上プロが言ってましたけどね。いや、うまかったですね、これはね。アメリカ仕込みだな、と。あとでね、自分で解説してましたけどね、芝の感じで、まあ、どれぐらいパターで打ったらどれぐらい食われるかわかんないから、あの、ウェッジで打ったってね、言ってましたけどね。さすがだな、と。アメリカ仕込みだな、と思いましたけどね。やっぱりいろんな引き出しないとアメリカツアーのあの芝はダメだって、まあ、よく聞きますけどね。いや、やっぱり、 なかなか結果はね、エプソンツアーで出してなかったけど、まあ、いろんな引き出しを持ってね、日本ツアー帰ってきたので、ね、エプソン、エプソンツアーよりは、上位にはどんどん来て、あの、活躍するんじゃないかなと思いますけどね。はい。まあ、そういえば、三塚プロも埼玉堺だよね。埼玉堺多いよね。はい。まあ、いいんですけどもね。 そして、あの、男子の方なんですけどね、男子の方はベスト100以内にね、松山秀樹くんが55位ですね、ワンランクダウン。で、優勝した星野陸也くんが75位に上がりましたね、32ランクアップしました。で、久常良くんが77位ですね、ワンランクダウン。まあ、星野くんが上がったせいで落ちてしまったという感じでしょうけどね。あと、中島啓太くんが97位でね、2ランクダウンということで、 まあ、ベスト100位以内に4人ということでね。オリンピックは今のところ松山くんと星野くんが、まあ、2人候補という感じですけどね。まあ、6月までまだあるからね。久常良くんも、まあ、75位と77位じゃね、まあ、あんまりない、ないに等しいで、等しいですよね。等しいだよねって言っちゃった。はい。この間の、あの、ウエストマネジメントフェニックスオープン、あのね、 見た方、いますかね名物の16番ホール。野球場みたいにこう、スタンドで囲まれてるやつね。あの、ホールインワンするとみんなでね、ペットボトルとかビールの紙コップとかね、もうバンバン投げてね、グリーンに投げ込んじゃって大変なことになるっていうね。あの名物ホール。今年新設されたんですよ、特設シート。これ値段がね、本戦の4日間通しで、一席、 24000ドルです。約360万円。4日間で。すごいね。まあトライアルとしてね、VIP 客とか、あとツアー関係者とか、そういった方にしか、あのー、販売しなかったらしいですけどね。まあ、来年から、まあ一般の方にもこう募集するのかもしれないですよね。もう選手のすぐそばで見れるから。もう選手とキャディの会話なんかも全部丸聞こ声ですよね。すぐそばなんでね。 もうすぐそばだからもう話しかけたりできる近さですよ。で、これ、すごい人が来たんで、まあ、経済効果がすごいって言ってましたね。アリゾナ州でやったんですけど、アリゾナ州の経済効果が400ミリオンダラだっつって言ってましたね。約600億円弱かな。日本円にするとね。これだけの人が呼べるって、やっぱり男子ツアーは本当すごいですよね。 女子のアメリカツアーは本当になかなかこう赤字続きだなんてね言われてますからねちょっとねもうちょっと頑張って欲しいなと思いますけどねはいまあアメリカの選手がねだんだん活躍してきてるからアメリカの企業もねお金出してくれるとは思っているんですけどね韓国人がすごい強かった時期はねスポンサーがちょっとねアメリカのスポンサーがね減って たりしてなかなかねちょっとなっていう感じでしたけどねまあ韓国人が悪いわけじゃないんだけどね、はい、ということでねまあオリンピックのランキングとあと世界ランキングでしたけれどもコメントを今させていただきたいなと思いますけどね。 はい。安川さんですね。ありがとうございます。上原綾子選手、スポンサーだったモスバーガーもなくなり、なかなか金銭的に大変かな。まあ、それはね、スポンサー降りられるとね、ちょっと厳しいよね。11位タイだったらね、賞金約100万円もありがたいはず、そうですよ。ありがたいですよね。古いシューズの使い回しを見るたびに思うて、<laughs> よく見てますね。はい。まあ、ちょっとしたらすぐ汚れちゃうんだけどね。はい。 頑張れって書いてありますけどね。サウジの大会は YouTube で見れるのかなちょっと調べておきますね。はい。そして次は、青島博之さんかな上原綾子プロを取り上げていただきましてありがとうございます。いえいえ、こちらこそ。一人しか出てなかったですからね。史上最年長ルーキー。まあ40歳ですからね。デビュー戦としては上々だと思います。まあそうですよね。まあこれからですよ。どんどん行ってほしいですよね。出場できる試合はもう頑張ってほしいなと思いますけどね。 はい。そして次は、磯部徹さんかな。ありがとうございます。飛距離の話で思い出すのは、渋子が前衛優勝した時の最終日、12番ホールでのこと、300ヤードパー4、右に行け、ギリギリで池に落ちずにワンオン、バーディー。あの頃の渋子は上半身が今に比べると細身でした。しかし、弓のような,な柔らかさがあったように思います。 野球の一郎選手が外野からホームに向けて刺すような円筒を得意としていた。当時はレーザービームと言われた投球について語ったことがありました。遠くに球を正確に速く投げるために必要な筋肉は大きく強い筋肉では無理。柔らかくしなやかな筋肉でなければならない。鍛えすぎ注意と。まあそりゃそうですよね。はい。あの、まあ野球の投げるあれとまたちょっと違いますからね。 あの、飛距離、じゃあ、あの、ゴルフの飛距離伸ばす、あの、ドラコンプロの人、アメリカのね、ドラコンプロの人、みんなプロレスラーみたいでしょ。あんな、もう筋肉ムキムキでね、じゃあ、しなやかな筋肉じゃないといけないのって言うと、また違うでしょ。はい。日本の、あの、和田さんとかもね、めちゃくちゃ筋肉質でしょ。もう、すごい筋肉してるよね。 はい、そうじゃない人もいるけどね。いや、でも、あの、飛ばしに関してはね、ちょっと違うかなと。野球の、こう、遠投とはまたちょっと違うかなと思いますけどね。はい。まあ、専門家じゃないから、ちょっとわかんないけどね。まあ、でも、渋子ちゃんは、まだまだ、この、これからですよ。あの、デビュー、 っていうかね、あのー、すごすごい、全英で優勝したっていうのが強烈すぎちゃってね。他の選手はもっと活躍してない選手5、5万といるのにね、やっぱり人気出ちゃったからすごい言われちゃうでしょう。かわいそうだけどね。でも、まあ、これからですよ。ね、あの運動神経と、ね、やっぱり、まあ、いろいろ、 ねえ、あのー、落ちるとこまで落ちたってね、本人も言ってたけど、それを経験してはい上がらないとね、やっぱりね、いろんな選手いますけどね、ずっといい選手ってあんまりいないでしょ。それを超えないと。超えて、また強い、一段と強くなるっていう感じはしますけどね。はい。はい。そして、えー、次の方は、えー、近藤、なんて言うんだろう。近藤さんか。わかんない。 えー、丸山茂げはって書いてありますけどね。あの、丸、ま、ちゃんはアメリカツアーで参照しましたけど、ヨーロッパツアーは、あの、優勝してませんよ。はい。なので、あの、星野陸也くんは、日本人4人目と、青木勲さんと、あと松山くんと、久常涼くんと、星野陸也と、この4人ですよね。はい。ヨーロッパツアーはね。はい。そして次の方は、えー、NK さんですね。 毎年50人くらいプロテストに合格させてほしい。で、ゴルフ場貸し切りで1組プロ2人、アマー2人の形式のミニワンデー1ラウンドのトーナメントを増やして、賞金は参加するアマチュア1人当たり2万円くらい負担してもらうような貧民アマチュアも参加できるようにすれば試合数は増やせるのではないでしょうか。うん、ちょっと難しいかな。どうしても寒い時期になっちゃうでしょう。 で、結構ミニツアーいろんなとこでやってるし、私が紹介してないあのミニツアーもあるから、あと台湾行ったりとかね、あるでしょう。なので、あの、こういう形式で増やすって言ってもちょっと、あの、まあ、お金出すスポンサーがいればまあいいんでしょうけどで、プロテスト50人っていうのはちょっと大げさかなと。 思いますけどね。まあ、20人じゃなくてもいいんじゃないかなとは思うけど、あの、人数で、あの、切らないでね。あの、スコアとか、まあ、他の、あの、基準っていうのがあってもいいかなと思うんですよね。まあ、プロの選手を増やしすぎちゃってもね。また、あれでしょう。ステップアップツアーにも出られない選手がまた増えちゃうでしょう。ね、それもどうかなと思うんですよね。はい。 ちょっと難しい問題ですけどね。はい。はい。それから、えー、これが最後になりますけどね。はい。野やす野すしさんかな。ありがとうございます。えー、2点ほど渋野選手のことで気になりました。まず、ホンダ、タイランド。優勝しなければ CME ポイントは付与されませんがあ、世界ランキングのポイントは加算されます。まあ、そうですよね。 で、二点目は、あのー、リシャッフルまでにポイントが稼げなくても出られる試合が減ることはありません。部屋ないけどね、増えないでしょ。ね。えー、理由はカテゴリー11から落ちるわけではないので、まあそうですけどね。まあ優勝すれば、あのー、カテゴリー4にボンと上がるっていうことですよ。あのー、ポイントもらえなくてもね。CME ポイントはもらえないけども、あのー、 確かに世界ランキングのポイントは加算されるんですけどね。CME ポイントはもらえないんだけど、カテゴリー4にボンと上がるので、あの、シードを気にしなくても、今年いっぱいね。あの、リシャッフルも、シード権も、あの、気にすることがなくなるっていうことでね。えー、まぁ、あ、出場順番、119番で、リシャッフルで10人に抜かれても129番。あ、そうじゃないんですよ。そうじゃないんですよ。 あのー、リシャフルうんぬんではなくてね、あのー、我々渋子ちゃんファンとしてはね、ギリギリシード権を取るっていうのを期待してるわけじゃないのでね、あのー、渋子ちゃんファンの方はそうでしょ思いっきり上位に行ってほしいよね。だから、シード権ギリギリに、あのー、なんとかじゃなくてね、もっと上に、あのー、行ける選手なので、 それをまあ期待して見ているわけです。それをやってくれそうな予感もするしね。何か見せてくれそうな。期待の持てる選手っていうことでね。それが、まあ、ファンが多い、あの、あれなんですけどもね。まあ、細かいことを、まあ、書いていただいたんですけども、確かにそうなんですけどね。書いていただいたことはそうなんですけどもね。我々、しぶこちゃんファンが願っているのはそこじゃないというね。はい。だって、80位以内で、 シード取った勝みなみちゃんが試合に出れないでしょ。なので、もっと上位に行くっていうね、あの、期待してるっていうね。だから、ナッサーとエッティとと、笹生優かちゃんとか、あそこの中にドンとしぶ子ちゃんが入ってくるような、あそういった活躍を、あの、ファンの方たちは期待してるってことですよね。はい。まあ、優勝しちゃってくださいっていう感じですよね。 まあ、優勝、いきなり優勝っていうのはちょっと飛躍しすぎかもしれないんですけども、もう、視野の、なんていうのかな、あの、スイングの調整がどれだけできてるかはわからないんですけどね。まあ、我々、ぶこちゃんファンは、まあそういう、もっと上を目指してほしいっていうふうに、あの、みんな願っているってことですよね。はい。まあでも、しぶこちゃんならやってくれると思いますよ。 はい。まあちょっと長い目で、あのー、見てあげてほしいなと思いますね。アンチの人はね、成績割ると、なんだかんだすごい言ってくると思いますけどね。もう終わりだとかね。もう引退しろとかね。平気で言ってくると思うんですけど、気にしないでね、頑張ってほしいなと思いますね。はい。まあこのチャンネルでは、こういった、あのね、ね、いただいたコメントを読んだりとかもしますし、あと、 まあこういう動画を作ってくれとかね。あのー、リクエストがあれば、あの、言っていただければしますしね。あとは、試合がない日とか、まあ、あのー、お伝えする事柄がこう少ない時なんかは自分でね、あのー、病気した後、まあ、レッスンにこう今少し通っているので、 あのそういったところを参考になったこととかをあの動画に上げたりしてね、実際にゴルフやる方も多いと思うのでね、自分が、あ、これ、この動画の通りにやってみたら、あ、うまくいったので、この動画やっぱりいいねとかね、あのそういったこともあの載せていきたいと思いますのでね、あの見逃さないようにぜひあのチャンネル登録と、あとこの動画いいねと思ったら、いいねを押していただけると助かります。ではまた。